この時期恒例の練馬大根引っこ抜き大会が練馬区内の畑で開催されました。今年も500人が参加し、白熱した試合となりました。練馬大根引っこ抜き大会は、練馬大根の PR と食育などを目的としたもので、今年で7回目を迎えました。会場は区内の農家の畑で、およそ4500本の練馬大根が植えられています。選手権の部、グループの部、合わせて500人が参加し、制限時間内に何本抜けるかを競います。練馬大根は真ん中が太くなっているのが特徴で、参加者たちは悪戦苦闘。せーの、これでかいよ。一本も抜けなかったり、途中で折れたりする人が続出する中、26本を抜いた32歳の男性が総合優勝しました。会場では、大根おろしを乗せた鈴代鍋が振る舞われたほか、収穫された大根は区内の小中学校の給食に使用されるなど、大会は練馬大根や農業の PR に大きく貢献しています。